福岡県の1日ごとの陽性者数を示すカレンダーです。今日は1万277人で、2日連続で1万人を上回りました。病床使用率はきの時点で65.1%、重症病床の使用率は3.2%です。60代から90代以上の男女、合わせて10人が亡くなっています。一方、佐賀県の新たな陽性者は1,847人でした。